明治安田生命 J1 リーグ第8節ガンバ大阪対大分トリニータ25分のシーンです。大分のチャンスシーン、右サイドから松本のクロス、そこにニアに走り込んだオナユで、先にゴールキーパー東口がパンチングで弾きますが、それがオナユに当たってゴールとなりました。で、そのオナユに当たった場所、腕でハンドだったんではないかという意見が非常に多く寄せられました。で、実際にどこに当たっていたのか、そのあたりをちょっと、議論というよりも検証していきたいと思うんですけれども、さて平田さん、はい、これ結構話題になりましたけれども、やっぱりご意見が届いてるみたいですね。この方すごい、あ、なるほどなと思うのが、はい、ハンドかどうか検証お願いしますと、現地で見てるとハンド、映像を見ると微妙でしたと。なるほどね、はっきりしたいのでお願いします。多分この感覚が見てる方のなんか意見なのかなっていう気もしますし、僕も映像で見ると本当微妙な感じはしましたけどね。はい、はい、これは原さん議論というよりまず映像でもう検証した方が早いですね。ね、うん、はい、確かにこれ腕が高く上がってるのでハンドに見えるんですよね。これは結構分かりやすい。でちょうど一番いい角度がポストで、平田さん、ボールが隠れるんです。確かにこれは結構分かりやすいかもしれないですね。はい、胸だね。胸なんです。胸ですね、はい、うん、これで見ると間違いなく胸だね。手は開いてるけど、そうですね、当たってるのは胸だね。ほら手に当たってないの、うん、はい、あ、これ分かりやすいんじゃないですか。これ分かりやすい。この映像すごく分かりやすいですね。胸だね、これ胸、はい、うん、腕はバランス取るんで上がっていて、これ見たらほら胸のこの左側のね、うんうん、はい、手ではもう完全にない、うん、はい、なんかこう腕の動きというか、はい、でちょっとこう、ハンドに見えがちというか見えてしまうのかなっていう気がしますけど、これは原さん答え出たんじゃないですか。答えはだからいいんですけど、これを生で見た時にレフリーもお客さんも例えば選手も分かんないぐらいのスピードではありますよね、はいはい、これは上川さんでもレフリーの方もよく見てましたね。そうですね、僕も実は会場に行ってたんですけども、はい、で終わった後にレフリーとも話をしまして、レフリーのポジションからは要は腕のところにボールが来てないのは確認できたみたいな、はい、はい、だから腕には当たってないと。でただ副審のポジションからはこれは確認が難しいんです、うん、難しいよ。逆の手になりますし、はい、でちょうどディフェンスの選手が間に一人入ってくるんですよね。ちょっとブラインドになって、ブラインドになって、はい、見えないと。で、無線でレフリーとはコミュニケーションを取りながら、レフリーはハンドではないと。で副審も最初得点の合図をしてるんですけど、やっぱりガンバの選手からするとやっぱりハンドの疑いがあるんで、うんうん、レフリーに確認をしてくれっていうような、うんうん、要求はあって、最終的にもう一回副審と確認をして確認した上で主審の最終的な自分の見たものって言いますかね、はい、それで判断を下しているというふうに思います。ただ本当に難しい。いや本当です。これはもしハンドリングだというジャッジになってしまってもちょっとこう擁護したくなるぐらい難しいですよね。あともう一つの考え方として、北原さんがおっしゃったように、オナユ選手の腕っていうのはバランスを取る腕なんですよね、はいはい、でゴールキーパーが弾くボールをオナユ選手が予測できるかどうか、うん、そうなんです。だ仮に当たったとしてもそれを意図的なハンドとするかどうかっていうのはまた別の議論になってくるのかな、はい、なるほどなるほど。あとこのシーンではもう一つですね、オナイウアドの飛び込みがデンジャラスプレーには該当しないのかという意見も、はい、来てますね、平田さんありますよね。来てます来てます、またその際足を高く上げた危険な体勢だから、その足の裏を見せて東口選手の顔面に当たりそうな、危険な体勢でしたが、これは危険行為とは取られないのでしょうかという疑問も、来てます。確かに足はね、高く上がってるようには見えますけどね。これもですから見る、なんでしょう、映像の角度によってだいぶ違うんですよ ね、 すね、はいはいはい、これは上川さん、はい、どう判断されますか。いやもうこれは本当にキーパーとの距離はありますし、キーパーに向かって足を上げてるわけではないんですよね、はい、あそこで触ろうとしていて、で結果的にあの後東口にバーンってぶつかっちゃったら、うんうん、キーパーも危ないと思ってやめるから、うん、ファール取られちゃうけど結局当たってないじゃないですか、はい、これは純粋にボールに足を上げていこうとしてるだけで、うん、危ないプレーにはなんないと思いますね、はい、これ見るとね、
キーパーに向かっているというようなことであれば、うん、もちろんその反則にはなると思いますけども、はい、ではこのシーンは、まあ、正しいジャッジ、はい、ゴールで問題ないということでよろしいですか。はい、はいはい、では続いて、次のシーンに参りたいと思います。明治安田生命 J2 リーグ第10節ツェーゲン金沢対柏レイソル65分のシーンです。金沢が左から攻め込んでの折り返し、詰めていた清原が、まあ、ゴール前で交錯した中でこれゴールの中にボールが入ったように見えたんですが、これが清原の中村浩介へのファールというジャッジで、まあ、取り消し、ゴールとは認められませんでした。でこれが、まあ、正しいジャッジだったのかどうか議論していきたいと思います。さてまず平畑さん、はい、かなり混戦でちょっとね見にくかったとは思うんですがどうですか。僕はこのシーン見てるときに、まあ、ゴールラインを超えたかどうかだけに集中して見てたんですよ、うんうんはい、で超えたなっていう意識だったんですけど、うん、でこの笛が鳴ったときに果たして何のファールなんていうのが僕の中ではずっと、うん、もやっとした感じがあったんですけど、まあ、こちら、来ているのも、ゴールを狙うために出された清原選手の足を中村選手が飛び越えようとしてぶつかったシーンに見えますと、それでも清原選手側が押したという判定なのでしょうか。もう要はどういうファールなのか、うん、わからないっていう意見が多分あるとは思うんですけど、うんはい、さて原さんはこのシーンをどう感じますか。これはゴールでいいと思う、はい、あんまりないシチュエーションですけど、うん、清原がこう中村浩介をキュンってかわして、はい、で相手のディフェンダーと競り合ってこぼれて、で中村浩介の方が逆に向こうからゴールに戻ってきてますよね、うんうん、であれ例えば普通で言えばキーパーとこのどっちつかずのボール、うん、フィールドプレイヤーとキーパーが同じぐらいで行った時に、はい、キーパーがこう行った時に例えばぶつかっちゃうと、うん、フォワードの攻撃側のファウルになるけど、これ清原は多分こっちから戻ってきてるの分かってないし、はい、しかもボールに対してはほぼ同時に行ってるから、うんはい、でそれで、うんまあ、中村浩介も一生懸命守って帰ってきました。で一緒に競り合いました、はい、ですごいファウルでもなくそのままボールは入っちゃいましたって言ったらゴールでいいんじゃないかなっていう。上川さんこのシーン私もお二人の意見に賛成で、はい、まあこれはもう普通にフェアな、うん、サッカーで起こりうるノーマルコンタクトプレーだと思います、うんはい、これは主審の方はどういうファールみたいなことなんですか。要は清原選手が伸ばした足、まあ、ボールに触れられずにこのまま中村選手のこう、はい、脇腕あたりを蹴ったと。で、その蹴った影響でボールをハンブルしたっていう。そういうことか。ただレフリーのポジションから考えると、はいはい、まあ一つ言いますけど入ったか入らないかの判定もあるわけですよね、はいうん、そこも見に行かないといけない難しさがあったのと、で清原選手が最後飛び込むときに両足をジャンプして、はい、チャレンジしてるんですよね、はいはい、でどうしてもレフリーの目線からいくとああいう人がいるところに両足ジャンプして、はい、飛び込んでいくっていうのはだいぶこうスイッチが入っちゃうというか、うん、危険だっていうような目で見ちゃうことは十分に理解できて、でレフリーも、まあ、そういうふうに判断して、であとはやっぱりその接触の後にその中村選手が結構ダメージを受けてるんじゃないのかなと、うん、いうのを考えて、反則、清原選手の反則にしたと、うん、だからこうチャレンジの方仕方を見ると、うん、まあそういうふうに見えるのもしょうがないのかなとは思うんですけども、うん、けど実際には、うん、蹴ってるわけではないし、うん、ボール足は低いところにあってボールを突こうとしているところに、うん、中村選手が後ろから飛び込んできてるので、キーパーがあっちからこっちに戻ってきて守備するってあんまないからね。そうですよね。自分のゴール方向に。どっちかっていうとその勢いで、はい、勢いで掴みきれず入っちゃったっていうに見える、うんうんね。見えますね。上川さんがおっしゃるようにこうよくある両足タックルみたいに見えちゃったっていう、そこにこう、はいまあ、フォーカスしちゃったんです。これも、はい、5人だとは思うんですけど、はい、清原選手は全く悪くないですけど、そういうふうに見えちゃったっていうことなんですかね。だからこれはまあ瞬時に判断するのは難しいとは思いますが、まあ、上川さんご覧になってゴールで良かったんじゃないかと、はいはいはい、分かりました。
さあ今回取り上げるシーンは以上となります。さて上川さん、先週の18日、はい、今年1回目となるレフェリーブリーフィングが開かれたそうですけれども、うん、はい、これ多分一般の方々レフェリーブリーフィングと言われてもピンとこないと思うんですよ、はい、どんなものなのかちょっとお話しいただけますか。はい、まあ、定期的になんですけども、はい、メディアの方々に向けて、その、まあ、特に扱う映像とすれば意見交換が、試合が終わった後の意見交換が行われたシーンをいくつか集めまして、はい、で、そのメディアの方々に、まあ、その判定の正誤もそうですし、あるいはなぜそういう判定が起きたか、あるいはじゃあこの判定から何を学ばなきゃいけないのかっていうようなことをこう説明をさせていただく機会にはなっていますけども、こういうのも原さん、どんどんたくさんのメディアの方に参加していただきたいですね。そうですね、僕も何度か出たことありますけど、はい、こうオープンにして、その時合ってた間違ったのはあるんですけど、こういうふうに考えてる、こういうことはこういうふうにやってるっていうのをこうオープンにすることはすごくサッカー界にとってもいいことだと思いますので、はい、そうですね、どんどん続けてほしいとは思いますけど、そうですね、はい、さあこのコンテンツでは視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンをツイッターで募集しております。ハッシュタグ J リーグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして投稿していただきたいと思います。さあというわけで今回の J リーグジャッジリプレイはこのあたりでお別れとなります。皆さん今回もどうもありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。